東京モーターショーから名前を変更して初の開催となる今回、500社近くが参加し、自動車以外の業種からの出展も相次いでいます。大手自動車メーカーがしのぎを削るのが EV、電気自動車です。トヨタがバッテリー型 EV のスポーツタイプのコンセプトカーを披露したほか、ホンダは2026年にサービスを開始する自動運転タクシーの車両を公開しました。中国 EV 大手の BYD が初出展するなど、各社アピールしています。一般公開は28日からです。